パーソナルトレーナーになるなら JOT スポーツトレーナー学院。ワンハンドローで鍛えることができる筋肉は広背筋になります。広背筋の起始部は胸椎や腰椎の棘突、仙骨梁、腸骨梁といった骨盤、そして第9から第12肋骨に付着しています。停止部分は腕の骨、上腕骨に付着しています。重りを後ろへ引っ張る際、肩関節は伸展動作、そして中関節は屈曲動作を行います。続いてダンベルを床へ下ろす、この動作も見ていきましょう。この時は肩関節は屈曲動作、中関節は伸展動作を行います。これらが繰り返されることによりワンハンドローが成り立っています。まずは正しいフォームです。足を肩幅程度に広げ、ベントオーバー、つまりお辞儀した状態を作りましょう。ちなみにお辞儀ができる量、ここはしっかり胸を張った状態、背筋を正した状態でできる最大限で結構です。理想は胴体と床が平行になるまで、ここが理想と言われてますが、柔軟性等の問題もありますので、しっかり背筋を正すことができる、この状態で最大限お辞儀、ベントオーバーができる状況を作りましょう。動かす方の腕、こちらでウエイトを持っていただき、反対の手は安定するようにベンチなどをサポートとして持ってください。膝は伸ばす、もしくは若干曲げる、どちらでも結構です。息を吐きながら肘を後ろへ引っ張るようにウエイトを持ち上げる、そして息を吸いながらダンベルを下ろしていきます。あくまでも肘で後ろへ引っ張る、背中へウエイトの負荷をしっかりと感じ取れるようにやっていきます。終始胸は張った状態をよろしくお願いいたします。一方、誤ったフォームを見ていきましょう。今回見ていただきたいのは肘先です。後ろへ引っ張った際、腕も伸びた状態、中関節が伸展状態で上へ持ち上げられています。これでは広背筋で引き上げる仕事の何パーセントかは二の腕、上腕三頭筋などで手伝っている状態、言うならば主導筋が少しぼやけた形になってしまいます。つまり代償動作です。あくまでも広背筋を主役にしていきたいので、言うならば肘から先、前腕やウエイトは常に床に対して垂直、この状態で実施をしていっていただきたいものです。ワンハンドロー、広背筋にがっつりと刺激を入れることができるとても重要なエクササイズです。このエクササイズを実施される方は、改めてご自身の姿勢、そして腕の軌道、こういったところを確認し、背中にキュンキュンとくるあの刺激をしっかりと感じ取っているかチェックしてみてください。トレーナーを目指される方は、目の前のクライアントさんがこのエクササイズをしっかり実施できているように的確なサポートを心がけていきたいものです。この動画が参考になったと思われた方はグッドボタンお願いします。チャンネル登録もお待ちしております。皆さん、筋肉にいい刺激を。ここに通ったことによって、今こうしてトレーナーとして活躍できる自分があります。今の自分の人生、このままでいいのかなと思っている方、自分のやりたいことにかけて行動してみましょう。まずは無料個別相談へ。